小型月着陸実証機スリムを用いまして月表面への着陸に挑戦をいたしました。着陸後も正常に今もなおデータが地球に送り届けられているということは我々が当初目的としておりましたソフトランディングに成功したということの証左であるというふうに考えております。ただし太陽電池の発電ができていないという状況が今確認されております。さらにデータを集めて探査機の状況を確認していきたいと考えております。